皆さん、こんにちは。今回は50層以下のダンジョンのモブ狩りで出る有料な金属片の数と、第2章の、ストーリー第2章って、これ、1章、2章ってあるじゃないですか。2章の、結構上の方の階層のダンジョンのモブ狩りで出る有料な金属片、どっちのが多いのかなっていうのをちょっと検証していこうかと思います。50層以下のは、よく回る、その35層とか48層。最初48層だけでいいかなって思ったんですよ。50層以下のやつの検証は。なんですけど、35層、結構モブの数がね、多いんですよね。倒す数が。ボスにたどり着くまで。2ルートあるんですよ。左ルート、右ルートってあるんですけど、これね、奥地行くとね、右から左からでも行けるんですけど、右からのがおすすめっていうのを前の動画で、やったんですが、とりあえずね、二手に分かれてモブ狩りができるっていうのが強みで、で、かなりね、数が多いんですよね、狩れるモブの数が、35層って。だから、一応その35層も、検証して、で、それで、2章の、上の方の階層のやつのね、モブ狩りも一応して、それでちょっと比べてみようかなと思います。あ、やべえ、ちょっと。これ入る前に、見ないとね。何を見るかっていうと、自分の持っている有料な金属片の数を見て、どれだけね、獲得できたかっていうのをね、引き算すればいいんですよ。どういうことかっていうと、ここね、ドロップアイテムって押すじゃないですか。そうすると、ここに自分の持っている有料な金属片、今、870個って出てるんですよ。で、これ、一回、モブ倒し終わるじゃないですか。倒し終わったら、800何十個、この70より、上になるじゃないですか。上がってくじゃないですか。だから、この870を終わった後に、引けば、獲得した、何個獲得できたかっていうのがわかると。いうことで、とりあえずね、今ね、870なんで、870ことをね、ちょっとね、メモっておきます。今、こういう感じでメモっておきました。っていうわけで、この奥地にね、入ってみようかと思います。このね、モブ狩りに関しては、いずれ出そうと思ってたんですけど、効率よくモブ狩りする方法みたいなね。出そうと思ってたんですけど、ちょっとめんどくせえって感じでずっとね、精神的に、きつくてずっと出せていなかったんですよ。だからそのうちね、出していこうかと思います。本当は、ここを、下の方から行って、こっち右から行く方が、ボスにたどり着くのは早いんですけど、モブ狩りですね。モブ狩りの、数で言うと、こっちの方が最終的には遠回りにならないのかなっていうことで、こっからね、ちょっとね、今ちょっと片手直近でスイッチ打った方が、スイッチチャージで SP 回復できたのかなって思いますけど、細けいことは気にしねえで、ちょっとね、進んでいこうかと思います。で、このね、変態ドンキーコングが出てくる、ここですね。この階層で俺、35層のたまたまにやられるような人は、うんたらかんだらって そんな人とは付き合えません、みたいな、ちょっとね、ネタをね、言われたことがあってね、いい思い出ですね。懐かしいね。あ、これ、バリトンアタッカーでもね、ワンパンできるんですね。もう、あ、こっちからあれか。あれもう、あ、こっちから行けないのか 結局遠回りになっちゃったんだ。ってことはもうこれ、ボス倒したらあかんので、戻るか。ボス倒してもいいんだけどさ、35層くらいだったら別に強い人だったらさ、瞬殺できるからさ、それも数に含めちゃっていいんですけど、一応ね、検証ってことで、ボス倒さずに行こうかな。ボス倒してもいい気するけどな。ちょっとね、ボスまで倒しちゃうとちょっと今回はめんどくさいんで、こうやって行こうかなと思います。とりあえずこれで倒し終わりましたと。あ、ちなみにこれアイテムパレットにお香がセットされてるんですけど、お香使わないで検証します。ということで、今獲得した有料が、872 2個しか出ないんだ、これ。あ、なんか俺もっと出るかと思ってた。なんかフィールドガイルより出るよみたいな話を聞いたことあったんで、なんかもっと出るかと思ってたんですけど、35層ダンジョン、奥地ですね。奥地ね、終わってみると有料2個でした。これね、たまたまその、なんていうの？
まあ、35層たまたま出てくるけどさ、それ、まあ、それは置いといて、まあ、たまたま、2個しか出なかったかもしれないんで、一応ね、各ダンジョンか、2回ずつ回ってちょっと検証しようかと思います。今回はね、右ルートから行こう。右からじゃないとまたね、さっきみたいな惨劇がね、引き起こされるので、過ちは繰り返しません。ここで、蹴りをつけて。さすがにもう35層のたまたまにやられるような弾ではないんで、まあ、これくらいはね。で、こっから行けば上にね、行って、まあ一周できると。まあ基本さ、この階層さ、ボス瞬殺できるからモブだけ倒すなんてこと今までなかったからさ、一人で。まあパーティー組んでやるった方がね、断然早いからさ、まあボスまで倒して終わった方が断然早いんですけど、クイックパーティー組んで解散するより。まあただ一人でモブだけ狩るってなったらこっちのルートの方が良かったんだなっていうのが、まあまあこんな知識分かったところで意味ないんですけどね。一人でやるとしてもさ、だって、下ルート、右ルートから行ってさ、ボス倒して終わりでいいじゃん。うん、まあ、たまにね、ソロでやったりはしてたんだけど。で、今、終わったので、872個からどれくらい？あ、2個ですね。やっぱ2個しか上がってないですね。874個ね、次の初期値。ってことで、リズベット武具店のある48層に向かいます。で、48層ダンジョン奥地に入ります。ここもね、まだね、モブ狩りしやすい方ですね。まだなんとかね、このね、最後の1匹をね、ちょっとね、ここおびき寄せます。でね、このカピバラをね、ここで狩ります。ここで狩るとほら、あ、一気、あ、そんな集まってこねえや。まあとりあえずね、狩っていきます。ここ何気宝箱2個あるんで、浄化ポーション出たらラッキーですね。あ、何も出なかった。なんかカンストしたやつが手に入ったんかな。あー、どうしよう、これボス倒さないでおくか。一応検証だしな。本当はね、ボス倒したいんですけどね、速攻で枯れるからさ。881個ですね。これ計算してみたら総獲得数7個ですね。35層と48層でこんなに開きがあるっていうのもなんかすごいびっくりなんですけど、次、初期値881としてもう一回やってみましょうか。とりあえず、これでもう一回で挑戦と。ちょっと次はここら辺で狩ろうかな。ほい。あ、まあまあ集まってくるね。ここ待ってたら来てくれんじゃね？あ、来てくれた。よし。とりあえずこれで狩り終わったかな。今の獲得数、あ、所持数か、所持数は887個ですね。887個ってことは、前回が881個なので6個獲得しましたね。じゃあ 6個から7個。まあ上の階層の方がドロップ率いいって言ってもモブの数にもよるんですが、まあ35層結構勝ったと思うんですけど、それでもやっぱドロ率的には48層のが上なんですね。もっと上の階層で見てみますか。これかなり気になってるのが2章ですね。できれば、まあ、先、ストーリーで先の階層ですね。まあ、上の階層って言ったらいいのかな。ね、できるだけモブが多いやつなんですけど、ね、51層ダンジョンちょっとさっき行ってみたんですよ、実は。そしたら、モブが少ないし、めちゃくちゃ広いから、なんか、有料あんまり入んなかったので、かといって、なんか、モブ集まりやすそう、集まりやすいんかな？なんか56層とか行くと100層の次なんか、次だから、あんまり開きないんかな？いやでも、50層以下だよね、48層って。だから、100層の次って考えたら56層でも全然、まあ開きはあるのかな？56層最後にしようか、検証。で、さっき83層も言ったけど、ちょっとだるかった。まあ一応残属性弱点なんで、まあある程度枯れるし、まあ79層も闇属性弱点だからお茶会アリスで結構枯れるんですけど、あ、ちょっと63層だけはちょっと鹿が突進してくるんで、ちょっと枯りづらいんで、それ考えると、38層のワンティア城か、まあ26層の天女の牢かなって感じなんですけど、ワンティア城、これ、めんどくさいんですよね。まあ、天女の炉も、まあ、借り方わかってる人いたら早いっていう感じなんで。まあ、とりあえず、まあ、吸血鬼の館の方に、ちょっと行ってみますかね。で、まあ、ここダンジョン階層なんで、転移費できたらすぐですね。ここ楽でいいですね。永久階層じゃないんで。
で、今、初期値887、所持数ね。有料の所持数が887個なんで、現在所持数が887個とちょっとメモっておきます。で、まぁ、ちょっとだるいんですけど、これでね、モブ狩りしていこうかと思います。ここからもうね、ちょっとね、狩りにくくなってきますね。こっちついてこないモブとかね、増えてきてね。あ、一応ここワンパンで倒せるのか。残弱だっけ、これ。これはワンパンじゃないけど。この、検証ごときで浄化ポーション使いたくないから、ちょっと音感ポーションで、まあ、節約っていうのかな。あのね、51層迷宮行くとさ、浄化ポーションとかフルーツウォーターとかマジでなくなるからさ、まあ、音感ポーションでなんとか、まあ、動けなくなったら動けるまで待つみたいな感じがいいかな。スタンとか麻痺とか来たっけこの階層。ちょっと覚えてないんですけど。これね、ダンジョン階層って言うとあれですね。効果集め以来ですね。金貨銀貨。もはやちょっと懐かしいまであるんですけど、まあ、でも割と、最近な方ではあるのか。ちょっとね、地味に動いて狩りづらいけど、まだマシな方か、これは。うわぁ、マジ、どっか行くな、玉コロ。コロ、マジ、コロッコロ。マジ。俺、玉コロッコロ、本当になんかいい記憶ないんだけど。11層段、迷宮区か。昔11層迷宮区奥地でなんか宝箱集会とかやってたんですけど。まあ、あれはね、マジでおすすめしない。全然商品出ねえし。なんだけどね、昔ね、出ると信じてやってたんですよ。もう全然出なくてさ。で、しかもなんか玉コロッコロに何回も殺されてさ。もう昔、今でこそね、すごい弱化されたんですけど、まあ、弱化っていうか、まあ、スキルが強くなったっていうのかな。ダンジョン迷宮区自体は弱化されてないからさ、まあ、俺らが強くなったっていうことだと思うんですけど、昔ね、やっぱね、昔はよ、ね、敵がすげえ強く感じてね、大変でしたね。あ、やべ、これちょっといろいろ喋ってると尺が長くなってしまう。動画編集が大変になってしまう。ちょっと、雑談はこれくらいにしとくか。大変なんで。あ、って言ってもなんか喋っちゃいそうだな。あ、何これスイッチで倒せなかったもしかして。まあでもこれ有料な金属片のためだけにパテで回るかそもそも。いやまあ一応検証だからさ、まあ上の階層とでどれくらい泥率違うのかなみたいなさ。まあ泥率って正確な泥率って一体あたりのさ、まあ泥率じゃないんだけどさ、その一周回あたりでさ、得られる金属片の数の差で見てるけど、まあそっちの方がまあ実力的ではあるんだと思うんだけど。で、とりあえず、所持数確認してみますか。889個ですね。意外にも有料な金属片2個しか得られなかったですね。結構上の階層なんで泥率いいかと思ったんですけど、あれ、桁とかミスってないよね。889個だよね。887個だったよね。あ、大丈夫だよね。なんか想像以上に出ない。そんな出ないの？結構勝ったよね、だって。もしかしてあんま変わってないのか。ちょっととりあえずもう一回入ってみて。もしかしてなんか上の階層ほどっていうよりなんか出る階層決まってんのかな。この階層出やすいですよ、みたいな。もしかして26層行ったらなんか急になんか有料いっぱい出たりして。まあとりあえずこれ終わったら行ってみますけど。で、今借り終わったのでちょっと見てみますね。892個になってますね。最後が889個だったので3個ですね。2個か3個しか出ませんでした。なんで48層のが出るんだ？謎すぎる。次は26層いきますかね。ただね、26層ね、最後のモブだけね、なんかボスの周辺にいるしちょっと遠いんですが、まあ、実用性考えてボスの周りのモブは狩らないみたいな感じで戻ってこようかな。まあ、効果集めの時もね、ボス周辺のモブ狩らずにね、戻ってくる感じだったんで、最後のモブだけすげえ遠いんで。あ、その前に今の所持数見ないとね。892個か。じゃあ入りまーす。あ、ここなんかお茶会でワンパンできるなと思ったら、突闇が弱点なんだ。闇属性だからか、弱点。これ今倒したんですけど、これ最後の、まあ、ここら辺に出るやつね、倒すとね、ここら辺に、モブがね、いっぱい湧くんですよ、ボスの周辺に。でも、かなり遠いじゃないですか。だからこれでね、ちょっとね、パーティー解散して戻ります。で、現在の有料の所持数を見ますと、895個ですね。
895なんで3個しか得られなかったですね。ボスの周辺のモブまで狩ると結構ドロ率いいのかもしれないですけど、でもだるいよね。そんだったら普通に48層ダンジョン行くよねっていう。うん、48層なんでこんな多いんだ、有料出んの。おかしくね。でも迷宮階層のダンジョンのが出るの、いやでも48層って迷宮階層じゃないよね。なんでそんな出んの。ちなみに51層ダンジョン行ったんすけど全然出なかった。やっぱ2、3個って感じしましたね。これもしかして42章じゃなくて48のちょっと上の階層とか、意外な階層でもしかしたらなんか有料出やすい階層とかあんのかな。ちょっと動画長引いちゃうんで、今日はね、これくらいにしておきます。もうでも48層で6個か7個ぐらい出るって分かったんで、もうそれで、ま、今のところは、まあ、十分かなっていう感じなんで、結構意外な結果でちょっとびっくりしましたけど、今日の動画はこれくらいで終わりにしておきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。